めげないしょげないおやすみ。はい、今回の動画はなんと来ました、スクスタフェスガチャ。はい、というわけでね、また来たね、スクスタフェスね。もうフェスの安売りですよこれ、本当に。あの小鳥ちゃんとヨハネとセツナさんのね、まあ3人が来たってことでね、まあなんとね、小鳥ちゃんとヨハネといえばまあレオナのもう最推しということでね、もうこれはもうやるしかないという感じで、今回はやっていきたいと思います。はい、で今回準備したスターの数がなんとですね、約1万5000持ってるということで、まあ最大で健常分まで、準備は万端ってことですね。ただ安心ではない。なんでかっていうと、まあ、250回してもしどっちも出なかった場合、天井したとしてもどっちかしか選べないんです。これが一番怖いところ。それハゲるまで悩み続けなきゃいけないからね。小鳥ちゃんかヨハネのどっちかは天井を迎えるまでにはお迎えしておかないと、最終的にね両方お迎えすることはできませんという感じですね。というわけでね、まあ最大で天井分まで回していきたいと思います。で、途中終了条件っていうのがあるんですけど、150連以内に今回のフェスゲン小鳥ちゃん UR と、ヨハネの UR2 枚とも揃った場合は終了という感じですね。それを超えた場合は、もう天井までやると。俺は横で見てるだけだけど頑張って。今まで横で見てるだけだったんだから頑張って。カットされ記念すべき1回目、そのあっさり引いちゃっていいんですか。これってダメなやつ。いや、まだいい方だよ。まだいい方。はい、後ろが、そう、青くないから、青ざめてないから大丈夫だよ。青っぽいのはちょっともうやばい。まあ、あでも星1個だね。ん分かんない。 よくはないでしょうね。よくはない。うん、え、良いじゃん。良い良いじゃん。あのこっちの画面見てたから見えなかったよ。よかった、よかった。いる。はい、しずくちゃん、新規 SR。 ユウはいっぱい出ると思うんで。まあね。さ、来た。で最近出たのこれ。早速近づいてくれたマリー。え、待って、もうだいぶ遠いとこにいるよ。ちもっと近づいてってもう4回言われてる。はい、4枚目おめでとうございます。もっと近づいてマリー。はい、近づきすぎてやばい。最初らしいね。あ、最初はそれで。まあまあ最初は許すよ。お、すげえ、もうチカッチ出た。早っ。あ、本当だ。なんかちょっとご機嫌斜め、ね、ちょっとね、ご機嫌斜めなの。これどういうシチュエーションなんだろう。はい、ちょっと想像してみましょう。今のチカッチどういう状態。あれだ、年末に掃除しなかったやつ。いや、よかった。はい、出だしから UR 普通にお迎えできました。はい、近づきました。というわけでまだまだいっぱいあるからね、どんどんやっていかないとね。はい、頑張って。ちょっと押せなかった。さあ、どうくるか。はい、おお、すげえ。レンちゃん安心 UR 来ました。そう、このパターンね、大体1枚、これで2枚入ってることはね、俺見たことないかもしれない。うーん、ちょっとはっきりしてるよね。はっきりしてる、ね、この今の演出はね。でもまあ確定だからね。お、1枚はなんか SR に2枚入ってるだけで嬉しい。さあ、あとほのかちゃんのそっちか。すごいね、ピックアップ仕事してるね、 SR に関しては。確かに、はい、好きだよね。そう、大事なのはそこです。ん、あー、カリンさん。あ、出たね。前回のフェス限定だよね。あー、そこで出たんだ。よかった。へえー、やば。でもね、ガラクはヨーちゃんが欲しかった。前回のフェス来たか、フェス限。あ、でもそうだよね、だから、うん、全然前回のフェスゲンが今回でも来るっていうのも大いにあり得るということでね、ようちゃんとまきちゃんも来ますよって感じだよね。うん、ただピックアップはしてないんでね、ピックアップに関しては多分今回の方。嬉しい。はい、というわけでね、前回フェスゲン UR のカリンさんをなんとお迎え。すげえ。何年目だ。30連目。3。さあ、どうか。あ、やっぱこれ読めなかったやつ。見れたじゃん。てか、え、やばくない？30連で。え、だって30連して、まあこれ多分2枚入ってるって思えば、30連で4枚で。2枚以上もあるんだよね。あ、もちろん3枚4枚あり得るよ。喜ぶの早いよ。どうせ2枚なんだから。だ、ここでフェスゲンが入ってるかどうか。そうだね。うん。10分の3の確率でフェスゲンが入ってますと。で、さらにその3分の1、つまり10分の1の確率で、今回のフェスゲン、ヨハネ、小鳥ちゃん、セツナさんが割り振られてるって感じなんで、10分の3をまず引きましょう。そうすれば、今回のフェスゲンが出るという感じですね。さあ、頑張って。頑張ることまあ、見るしかできない。もう頑張るっていうか、もう見守ることしかできない。そうだよ、ちゃんと見て。ちゃんと見て。なんかちょっとゾワッときたけど。コイン2枚、よかったね。お、よかった。すげえ。3枚じゃん。
これはあるよ。あるね。これはある。3枚。3枚中の1枚が？はい。やばっ、よかった、強っ、わめっちゃ、わもう安心、涙出てきた、やばい、もう安心いいなあ、そっか、あ、ゆっくり見せてくんない、俺の時の水着の話する、あやばい、え俺の時の水着の話する、あのようちゃんの、ようちゃんの、うん、後でゆっくり話聞かせてあげるよ、語り合おう、やばっ、もう安心、あ俺これいっぱい持ってる、そっちの俺これいっぱい持ってる、うん、俺すげえ4枚ぐらい持ってる確かあーよかった、まだ2枚あるからね、あ焼き芋だっけ、焼き芋、焼き芋、君昨日食べたじゃん君昨日焼き芋食べてた、スイートポテト、はい、ルビーちゃん3枚目、ありがとうルビーちゃん、泣いてんじゃねえよお前、嬉しい、よかった、ここだってここさえ出てればもう安心、まだわかんない、うわちょっと待って、やばい、でもあなたと一緒なら悪くないわ、待って、やばくない？ちょっと待って、髪引きすぎる、やばい、よだれも出てきた、やばい、負けた、やば、強すぎでしょこれ、嘘、ちょっと待って、信じられん、え、終わったよ、いやマジで、いや俺散々今まで髪引きしてきたけど、マジでこれは勝てん、ちょっと待って、鼻水やばい汚ねえお前めっちゃお前顔面から液体が出すぎなんで、汁出すぎなんだよお前、目から鼻から汚ねえな、口からも出てんじゃんお前、出てる、口さっきよだれですごい小鳥ちゃん出て、まずさもう安心したじゃん、ここで安心した、なのに最後にそのヨハネっていうのはもう本当に半端ねえ、拡大の拡大したい、どの辺拡大しとく、全前部分全前部分で、ね、分かった、覚醒後の衣装がかよちんのイベント UR とだいぶマッチしてると思うからね、一緒に踊らせたいなって、あ MV でね、そういうこと、はい、ヨハネに関してはまあすごいシンプルだけど、これ雨降ってんのかな、あそう、髪の毛になりたい、つままれたい、だって俺もヨウちゃんにつままれたいって、あの前言ったもんひよこのやつ、そうひよこのやつ早く俺はこのヨウちゃんをお出迎えして、このアヒルになりたいの、つままれたいの俺は、三本指で、はい、というわけでね、今回の動画はもうね以上、うん、もう最大で天井って思ってたけど、結局これね天井さすがにない、想定外すぎたねこれはね、せつなさんはね、いずれ出てくれるって思ってる、だから次のだったら次の推しが来た時に、うん、までに温存しておく、もしくは次のフェスの時にそれを追って回す方がまあいいんじゃないかなって俺は思います、はい、というわけで今回の動画は以上となります、もうね視聴者さんからしたらまあちょっとねボリューム出せずに、はい、申し訳ないなって感じなんですけども、ただ、まあ、このねまだね使おうとしてたけど残ったこのスターに関してはまたいずれねどっかのガチャでぶっ放すっていうところはまあそこはもう約束しましょうっていうところでね、あもちろんもちろん、次回以降で、はい、楽しみにしていただければと思います、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひこの機会にしてくれると嬉しいです、一応ねチャンネル登録数、2万人を今目指しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします、それでは次回の動画でまたお会いしましょう、せーの、じゃあねー、グン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 グ